スノーマン、最新シングルが初日売り上げ 90.3 万枚で、デイリーシングル。1位、オリコンランキング。スノーマンの最新シングル、ラブトリガーウェルゴートゲザーが、本日確定の2024年2月13日付、オリコンデイリーシングルランキングで、発売初日、未接着日に 90.3 万枚を売り上げ、1位を獲得。初日売上で前作、ダンガーホリック1の初週売上 86.9 万枚を上回り、今年度最高初週売上2を記録した、ラブトリガーは、岩本照が主演を務めるドラマ、恋する警護24時、テレビ朝日系の主題歌で、大人の色気や雰囲気を最大限に引き出した楽曲。相手が、引き金、となり、だんだん愛に溺れていく姿を、グルービーかつおしゃれなバンドサウンドに乗せてドラマを彩る。ウェルゴートゲザーは、渡辺翔太が主演を務めるドラマ、先生さようなら、日本テレビ系の主題歌で、葛藤もありながら前向きに進んでいく姿を表現した切なくも明るいミディアムチューン。タイトルの、共に歩もう、というメッセージは、リスナーの家族や恋人、仲間だけでなく、スノーマンとファン、そして9人の絆にも重ねられる、今届けたい楽曲、だとしている。